JM サイドベイディー、ハロー。何やったかな。サラーム、サラーム、サラーム、サラーム。どうもどうもさん、こんばんは。ナミさん、こんばんは。すごいね、第1話目は、まさかのまさかのペルシャ語だったっていう。サラーム。リーチさん、こんばんは。京町子さん、こんばんは。恵子さん、こんばんは。京町子さん、間に合った。恵子さん、こんばんは。ありがとうございます。ちょっと今日のコメント第1号はまさかのサランムでしたよ。すごいよ。JM シャイボーイさん、サランムいただきました。ナミさん待ってました。ご挨拶だけしてもう寝ます。わー、ありがとうございます。ナミさん、おやすみなさい。ありがとうございます。ルイチさん、毎度お疲れ様です。ありがとう。ひよみさん、こんばんは。ね、サラム、サラム、サラム。まさきこういう時いないんだってよ。本番だわ、本番だよって、サラムマサキのタイミング。ねえ、恵子さん。今日いろいろインスタ見てたら、ブラジャーで作ってる人いたよ。なるほどでした。なんだろう、ブラジャーで何を作った、マスク。サラム。まゆさん、こんばんは。マダムさん、こんばんは。ありがとうございます。そう、あの、私ベラベラ喋りますけど、何でもコメント書いてくださいね、お気軽に。あと、あの、音の音量とかバリ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 音が悪かったら教えてくださいね。あ、そうなんや、ナミさん。ブラジャーでマスクだってすごいね。何カップとか。カップが気になる私だわ。京町子さんも見たの。へえ、1枚のブラで2個作ってたよ。へえ、あ、リユースってことか、ブラジャーの。へえ、何カップっていう。またなんかカップの話だわ。いや、ほんとマスクないよね。はあ、マスク買いたい。紙マスクがないね。ナミさん、そうだね、やって。何カップが気になるわ。あ、ティガールズさん、こんばんは。あ、カズさん、こんばんは。ブラジャー話が盛り上がった頃に来たカズさん。ティガールズさん、いつもありがとうございます。そう、福井県は今日また一人感染者が増えました。藤本奈美さん、こんばんは。ダディナムさん、こんばんは。ナミさん、顔の大きさに合わせたらどうなるだろう。カズさんで試す。一回いくらよって、値段取るかって。さやかさん、こんばんは。あゆみさん、こんばんは。あゆみたうまきさんか、こんばんは。カズさん、こんばんは。お詫びがあります。ペルとポケット付きマスクを拡散したい気持ちが操作を誤りシェアしてしまい、シェアの解除のやり方もわからず。ん？ペルトさんやご協力されている皆様にご迷惑をおかけしています。全然、全然何でもないですよ。むしろ感謝です。ありがとうございます。お詫びはいりません、カズさん。ジェームシャイボーイ、ハロー。サラム。サラム、サラム。恵子さん、大阪小学生感染してたね。そうでね、なんかアメリカだったかな、赤ちゃん亡くなったね。はあ、つらい。あ、せいすけさん、こんばんは。かりん神山さん、こんばんは。そう、
福井もなんか10日前までは0人が、とものの10日で13人っていうね、なかなかな伸び率ね。恵子さん辛いよって。バムケロさんこんばんは。そう、コロナつえな、くそだわ。さやかさんこんばんは、ご無沙汰してます。まだギガ不足のため途切れ途切れにしか見れず悲しい。でもわかるよ、私もギガ貧乏。 TA52MA963 こんばんは。ポッケさんいつもありがとうございます。マダムさん今何腰の湯でペルトさんのマスク買ってきました。わあ、ありがとうございます。ポッケさんこんばんは。うん、帰る。バムケロさんこんばんは、コメントありがとうございます。ヌールルムザウィアンさんこんばんは。日本人かな、こんばんは。 ね、そう、今日は見事に福井13人目の感染者が出ました。ありがとうございます。来た、サラムマサキ。遅えよ、もう今だって JM シャイボーイ、ほら、シャイボーイこうした後にサラムマサキだわ。遅えわ、マサキさん。今日サラムの出番だったんだよ。って言っていきなり来て ディスるっていう。レイコさん、こんばんは。ケイコさんが来た、まさきさん。ねえ、このタイミングよって。ねえ、ちょっと。ポッケさん、いつもこの時間を楽しみにしてるよ。ありがとうございます。来たねえ、ババアが出てきてごめんなさいですよ、ポッケさん。ねえ、ああ、今日、ナミさん、ずっとマスク生活してて、たまにマスク外すと途端に鼻がツーンとしてムズムズしたり、そんだけ空気がやばいのかと思ってしまう。デリケートになっちゃうね。へえ、なるほどな。そうか、私はではマスクが好きじゃないんで、私マスクしていっぱい出かけるぐらいならマスクせずに家にこもってた方が幸せです。 ねえ、マスク苦手。マスク作ってるけど、マスク苦手です。大きい声で言うわ。マスク大っ嫌い。 ね、早くマスクをせずに過ごせる日々を取り戻しましょう。まとめさん、こんばんは。知恵 M1964 さん、こんばんは。ありがとうございます。 ね、そう、今日はね、そう、朝からね、朝からちょっと嬉しかったというか、感動したというか、ジーンと来たことがありましたよ。あのね、アメリカのに住んでらっしゃる、アメリカに住んでらっしゃる日本人の方からお問い合わせが来て、マスク買いませんかっていうことで、そう。でね、お問い合わせでお話ししてると、なんか近くにちょっと難しい病気を抱えてるお子様がいて、なんかそのコロナのことがきっかけでっていうか、あるからね、その子のことがどうしても頭をよぎるんですっていうことで、ご注文いただきましたよ。そうでね、まだお子様用のサイズがこうちゃんと出来上がってないでしょ。だから大体の年齢はお尋ねしたんですが、色柄がね、こう現品がないので、色見本っていうか柄見本っていうか、そういうの手間取っていたら、すごい一言いただきましたよ、なんかその方から。なんかね、なんか命に関わるものなので、色柄なんてそんなわがまま言いませんっておっしゃられました、その方は。だから、ねえ、なんかさ、涙出ますわ。涙出るよ、こんなこと言われたら。ねえ、なんかありがたや、そんな風に思って、私のこのマスクを、そう、求めていただけるっていうことはありがたいですね。
なんか申し訳ないんですが、このペルトのマスクは越乃屋鶴ヶ店さんでの販売のみとさせていただいていて、直接のお取引はもうお休みをさせていただいているんですが、ごめんなさいね、海外の方とのお取引のみさせていただいているような形です。今日も越乃屋さんでね、売り切れてしまっていたので、そう、お問い合わせもいくつかいただいたんですが、そう、申し訳ないんですけど、そういう海外の方の方が結構条件というかね、環境とかがシビアなところが結構ある場合が多い気がするので、海外の方からのお問い合わせはお受けしておりますが、ちょっと今日のなんかアメリカの方の一言はなんか胸に響きましたね。なんか、命に関わるものだって言っていただけることね。そう、ジーンときました。 ね、そう、ああ、なんかサラムマサキがサラムサラム言っとるよ。もうサラム言いすぎて、なんかサラムサラムチャロームチャロームなっとるけども、ケイコさんが「はいはいはい」って片付けて終わってた。 ちょっと。 もうなんか私がいい話をしてる間のサラムマサキがケイコさんがさっさと片付けましたわ。 そう、ズズズさん、こんばんは。 今日マジコさん、大事なことに気づかされますね。そうですね、なんかそう言っていただけることはありがたいですね。というか、そういう風な方に求めていただけるもの、これね、求めていただけるものを、そう、作れていることすごくないですか？私にとってはすごいですわ。そう、だってそう思いませんか？だってね、私がこれを作っていることをもうかれこれ3週間ほどずっとアピールしておりますが、響かない人は響かないんだよ、正直ね。そうでしょ？これを見ても、これを知っても、あ、そうなんだって言って終わる方は終わるの。それは別に日本人だろうが日本人じゃなかろうが一緒。そうでしょ？これを見てね、響く人響かない人はそれぞれですよ。でも私は別にこれを押し付けるつもりはないの。興味のない人とか必要性を感じていない人に無理やり押し付けるつもりもないですしね、いらない人にはいらないでいい。そう、でもこれをね、いいなと思ってくださる方が私にとってはびっくりするほど恵まれた。そうでしょ？これを見てくださってる方ももちろんそう。ね？で、これがいいと思ってくださって、ね、作家さんだろうが、お客さんだったり、ね、全然通りすがりの方とか、いろんなご縁の巡り合わせで来てくださった方たち、もっと言うと、海外のいろんな方たち、そういう方たちのこのね、変な垣根とかプライドとか、そんなものはもう、どっかみんなやってくれて、これをやろうって、これを一緒にやりますって。同じ気持ちになってくださった方がいる？こんなにたくさん。それは私にとって財産ですわ。そう、私はこう押し付けて押し付けて押し付けてね、人の気持ちをなんか曲げてまで、こらこらこらっていう説教臭いつもりはないんです。これを私は作りましたが、どうですかっていいと思ったら広める協力をしていただけませんかっていう感じ。それに賛同してくださった皆様と、私と、求めてくださる、国内の方はもちろん海外の方たちでできているこの輪っていうのは、かけがえのないものですね。私にとってはかけがえのないものですよ。だって会ったこともない海外の方とかにこれをくださいってすごくないですか？だって私個人ですよ、ただの。そうでしょ？ただの個人、日本人のただの個人にこれを売ってくださいっていう根性、だって私売ってますとも言ってないし、そうでしょ？海外発送しますとも言ってない、何を言ってないのに、いきなり日本語バリバリのこの私のインスタに飛び込んできて、
このマスクの魅力を言葉がわからないなりにも知ってくださって、ね、あ、いいな、欲しいなと思って、私にこれをくださいって、買いますかっていう度胸というか、情熱はよっぽどだろうなと思うんですよ。そう。だから、そういったね、方のところにはなるべく私は届けたい。もう、海外の方は特に、ね、自分でしなよなんて言えない環境の人たちがいっぱいいる。だって日本はさ、なんだかんだ言って、お店開いてるじゃん。家も出れるでしょ。変な話。自粛自粛って言ったって、みんなすぐに出かけてるでしょ。そう、私も今日腰のように納品、ちゃちゃっと行っただけですけど、それも外出ですわ。そう、できるでしょ？でもね、もう完全に外出禁止になっていて、そう、お店屋さんも開いてない？だから布を買いに行きたくても布屋さんは閉まってる？そうでしょ？お家に出ることが許されてないぐらい厳しい国の法律に縛られて、ね、家でいるようにってなってる人たちもいっぱいいらっしゃいます。ミシンがない方もいらっしゃる。裁縫を習ってない文化の方もいらっしゃる。そんな中で、そう、日本は私はまだまだ恵まれてると思うんですね。だからそうじゃない海外の方からのお問い合わせっていうのは私の中では急を要しているなっていうふうに思うので、ね、なるべく答えたいなっていう気持ちでやっていますよ。ただね、ちょっと怖くなってきて、海外にこうお取引をすると、私なんか余計な税金とか手続きとかしないといけないのかなってちょっと分かんなくてやっているもので、今回のこの件に関してはね。そう、だから怖くなりまして、私税理士さんに連絡して調べてもらってます今。ちょっとお金のめんどくさい手続きとかよくわかんないことはもうね、本当ごめんなさいけど、プロに任せることにしてますわ。もう税理士さんにすぐ連絡。税理士さん、わかんないんで、あとよろみーみたいな感じで。さあ、私はミシンちょっと集中しとくわって、都合のいい時だけね、逃げるんだよ、私。そう、だからちょっと税理士さんに今日は相談して、ちょっと私、こんな風な感じで海外と取引してるんだけど、どうなるんですか、私っていうことを。相談させてもらって、ちょっと今、いろいろと調べてもらってますわ。 なんかもう見切り発車で後の片付け全部税理士さんみたいな。 いいのいいの、ペルトなんてね、どうにでも潰れるんだからすぐに。 いや、本当今回のコロナのことでね、数々の、イベントはもうほぼほぼみんなキャンセル、中止、延期で、もうなんか予定が大崩れね。もう私、こうなった瞬間に私、税理士さんに言いましたもん。もう来年の確定申告の時、店潰れてたらごめんなさいねって言っときましたわ。そう。私、どうなるのって。後から考えます。 でもね、ありがたいことに、いい税理士さんに恵まれてるんですよ。なんかいつもいつもね、このね、お金のこととかね、税金のことでわけわからんくなったらね、すぐ税理士さんに私は言うんです。もうわからないって。わからないって、助けてって。そしたらね、心配しないで大丈夫です。後でちゃんとできるようにしときますんで、あなたはミシンに集中してください。以上みたいな感じの、すごい、さっとこうね、もうすごいストレートなね、いいね、こう返しが来るんですわ。もうミシンに集中してくださいみたいな。もうそんないらんことで悩まなくていいので大丈夫ですみたいな。心強い税理士さんに恵まれてるんですよ。 ね、いつまでたっても数字は苦手。リーコ H オクトブレさん、こんばんは。今日はありがとうございました。作品見せてくださって素敵でした。マスクありがとうございます。けいこさん、片付けてくれた、ありがとう。ゆみこさん、こんばんは。ちょっと今日はね、嬉しかったのはね、ゆみこさんがね、芋や金次郎が届いて美味しかったですっていう素敵な報告をくれましたよ。 今日からゆみこさんも ゆみこ金次郎ですよ。ゆみこ金次郎です。
ベルト金次郎の世界へようこそ。とか言ったのは、ちょっとなんかすごいコメント進んでた。ちょっと待って、戻りますね。そろそろさん、こんばんは。ナミさん。I0226NE さん、こんばんは。そうそう。もう、サロムマサキとケイコさんの争いは、不思議にする。アキオさん、こんばんは。そう、みやびさん、こんばんは。あ、みかまちさんや。先生、こんばんは。まだいるかな。こんばんは。そう、ゆみこさん、響きました。響いた？うん。ね。AT ショップ KR さん、こんばんは。そうそうそう。ぬぬさん、こんばんは。ありがとうございます。かおり、市原さん、こんばんは。そうそう。つつべるさん、こんばんは。ゆうきっちさん、こんばんは。しげさん、こんばんは。きしつこさん、こんばんは。そうそう。今日、まちこさん、いい税理士さんですね。そうなんですよ。ありがたいことに、このインスタとかね、あのライブ動画を見てくださったりしてるんですよ、たまに。そう。先生。先生、こんばんは。やっと型紙コピーしました、先生。わー、嬉しい。もう先生、型紙ありがとうございます。嬉しい。作れるかな。ね。けいこさんが、ゆみこさんバリバリ言うてるんですかね。だって、ウケる。ウケる。ローエンさん、こんばんは。いつもありがとうございます。あ、来たよ。なんか来たよって。セレスト。セレステカトロリ、セレステカトロリ、ハロー。セレステカトロリ、ハロー。ハワイユー。先生、作ろうか買おうか迷ってます。迷うなら作る。作ってダメなら、聞いてください。作ろう、先生。作った方が愛着が来ますよ。アメリ439253さん、こんばんは。レッセルケミさん、こんばんは。いつもありがとうございます。そうそうね。ユミコさんね。ユミコさんも美味しいって言ってたよ、芋焼金次郎。あのね、でかいのが入ってんの、どえらいでかいやつがたまに入ってんの、カンカンに。うまいよっていう風に言おうと思ったら、由美子さんに言おうかなって思ったら、由美子さんの方から言ってきた。長いのあったみたいな、もう止まらないわって言って。ああ、由美子金次郎になってもうたわ。あ、先生が、はい、頑張りますって言ってくれた。先生、頑張って。応援してますよ。マスクゴムがなかったら、腰の家で販売してます。頑張って。マヒダイエ8984さん、こんばんは。ありがとうございます。そう、腰の湯の話もそうなんですがね、ありがたいことに今日も朝早くからお客様いらっしゃって、いつぐらいかなわからないですけど、ありがたいことにマスクが売り切れていたらしく、で今日は日曜日だったので、たくさんの方がちょっとマスクを求めて腰の湯にご来店いただいたみたいで、なくて帰られた方もいらっしゃったみたい。行ったらありませんでしたっていう、そう、メッセージというかね、ご連絡を私も数件いただいて、あーごめんなさいって思いながら、今日は朝からね、もうひたすらこいて、必死こいてマスクを縫いましたよ。昨日はね、サボったつもりでもないですけど、昨日はね、昨日の納品は18枚、これはちょっと少なかったなと思いながらも、今日はなるべく早く納品させてもらおうと思って必死こいてたんですが、今日はいろんなオーダーとかいろんなもので、結局今日作った数は43、2日合わせて2で割るとやっぱり1日30枚。なかなか1日30枚の日々をもう超えられないね。1日30枚なのかな、限界は。くそ、自分に負けたくないの。
毎日毎日30枚を超えられないの。34とかの日もあるけど、その代わり次の日休んでしまったりとか。自分との戦いなんだわ。1日30枚のペースを自分で超えたいっていうね。 何と戦っとるんだっていう。今日43、そう、今日まちこさん今日は43で、昨日が18だから足したら60ぐらいじゃないかな。違うか。そう、昨日と足して2で割ったら1日30かな。麻痺代、違うわ。ベア671123、こんばんは。今日まちこさん、私13個精一杯だった。いやいやいや、13個もすごいよ。13個もすごい。違うのよ。違うの。数の競争しようとかじゃないのよ。あ、アトリエ。IM1993、ハロー。このアトリエールがあれだよ。あそこ、あそこ。あそこの人。どこだった？サルディーニャ。サルディーニャ。イタリー。チャオ、ペルト。センキュー、ハロー。チャオ。そう、サルディーナ。イタリア人だよ。ふふふふ。グラッツェ、グラッツェ、トムトムさん30枚、すごいですね。30枚すごいかな。31日30だね。どうしても30を超えられないわ。クソだよ、ほんと。でも今日は43。今日は43だけど、ダメだな。このペースだとまだ売り切れてしまうんですわ。ありがたいことに。なんか売り切れてる状態を作るとダメかなって思って、その売り切れてないとあんまり拍車がかからない。そうでしょ？マスクもそうでしょ？紙マスクも。売り切れてるから、パッて入った時にガーッといく。で、またなくなって売り切れてる。そしたら、次またパッて入った時にガーッていく。これをね、これがね、売り切れずに最後の1個でも残ってる状態で次入荷される。そういうペースをうまく作ると、このね、ハングリーでわーっていう感じを煽らずに済むんじゃないかっていうチャレンジを 一人で勝手に思いついてやってるんですけど、なんかここ最近ちょっとまたちょっと福井でコロナが出たからなのかな、なんかわからないですけど、ガーってなって、たくさんお買い求めいただいているみたいで、私のペースもなかなか追いつかずっていう状態。でもね、皆さん、例えば30とか43とか言ってるのは、それぐらい作れって言ってるわけでもないですよ。全然。私はね、違うのよ。私はこういう職業をずっとしていて、で、なんていうのかな。私、なぜか自分にそういう、なんか、たくさんの数を自分に貸してるんです、普段から。だから、なんていうのかな。でっかい、でっかい、こんな、でっかい、でっかいショルダーバッグとか。ね？これもね、なんかね、ほんと、すごい数を一気に作りますよ、多分。ほんと30個とかをパパパッと作っていくんです。それを作るって決めたら同じものを数十個ずつ作るを続けてるんで、それでビッグブースを何千点っていう、何千点を持ったな。最高で2000点。去年の山口か。去年の山口キララのイベント、6メートル ×3 メートルの3面空きのブースがあったんですけど、そう、あそこに私は2000点持ってったんですわ、商品。あれが自分の中での自己ベスト。あれを超えられないな、まだ。あれを超えられないなとか言ってるわ。自分との戦いをしてるんです、ひたすらに。そう、だから自分に貸してるんです、そんだけ。売れる売れない別として なんかね、オールハンドメイド、オールワンブランドっていうコンセプトで決めて、ペルトのブースはペルトの関わっている商品しか置かない。仕入れ品は置かない。あと、誰かの商品を委託でたくさん預かるとか、他のブランドの人とのものを置くとかいうこともしない。オールハンドメイド、オールワンブランドで、ブースを埋めてるんですわ。かっこいい風に言ってるけど、必死ですよ。ねえ、もうほんとイベントオンシーズンの時はもうどうかなるぐらいミシンしてますわ。
そう、だからなんか、すごい作業工程の多い複雑なものとか手間のすごいかかるものとかも数十個単位で自分に作るよって自分と約束して作っていってるので、その、ね、オンシーズンのどんからがっしゃんやってる時に比べると、そう、今のこのマスクだけをひたすら作り続けるっていう状態は、どちらかというとまだいける。そう、これね、3000点。でも嘘、3000じゃないわ、2000だわ。そう、これが山口きらら、去年の10月の末かな、山口きららで、6メートルかけ3メートル、初めてベルトが、そう、キイカさんがこのタイミングで来るっていう、ウケる。キイカさん、去年のね、山口ね、去年の山口のキララのブースが一番、2000点の商品並べて、ヒーコラなったんだよっていう話をしたんですけど、このブースを、前日搬入から当日搬入、死ぬほど頑張っても、一人でとても組み立てられず、間に合わず、クラフトキヒカさんという大先輩の大先輩の大大先輩に 最後はオープンギリギリになって間に合ってない私のブースを手伝わせるという。キヒカさんごめんなさいだよって。そう、これはね、キヒカさんが最後に仕上げるのを手伝ってくれたの、このね、2000点。このね、3面オープンの山口キララはね、私にとってはもう本当に一生忘れないですわ。これは頑張ったよ。これをね、そう、作るために、この2000点を揃えるために、まあ、ミシンやりましたわ、去年の10月は。でね、今みたいにね、このほら、マスクだけをひたすら作り続けるとかいうのは、私にとっては、まだ楽。だって同じものを作るだけでいい。でも、イベントになるとやっぱりね、そういうわけにはいかないじゃないですか。いろんな、商品をバランスよく、大きいもの、丸いもの、四角いもの、三角のもの、ちっちゃいもの、小物、金額のあるもの、安いもの、いろんなバランスよく作るっていうのを、自分一人でこうやるもんだから、いろんなものを作らないといけない。でも、一回するんだったら、なるべく同じものをたくさん。とか思ってしまってね、キヒカさん。忘れてたわとか言ったら、あの時はキヒカさんもどえらいミシンしてたんだよ。二人でね。もうね、10月の忘れもしないわ。12日かな、富山でね、10日かな。ね、なんか台風何号だ？すんごい災害が起きた台風が来た時、私とキヒカさんはね、富山にいましたよ。富山の立山が台風から守ってくれって思いながら、富山のイベントにいましたよ。ねえ、キヒカさん。そう、富山のイベントが10日でしょ。そっからの2週間でね、一気に2000点までガーンと在庫を増やした、歴史的な2週間は私とキヒカさんの青春なんです。 私が勝手にキヒカさんもね、巻き込むよって。あら、でもキヒカさん頑張ったよね。2人で、2人でっていうか一緒に頑張った感がすごいある。 なんかいっぱい進んだ、ごめんなさい、ちょっと自分語りに。何や、かっちょいいかっちょいい言ってもらっとるぞ。何何、なんかいろんな外人も来てた。そうそう、どんな速さで仕上がっていくのか、縫い始めから終わりまで動画で流してほしいって思ってました。やめとけ、雑だから、私。雑雑。むっちゃ雑だよ。ポークピックバンク、ハロー。ポークピックバンク、センキュー。今日、マツコさん、働きながら作品作りってすごいです。いやいやいや。どっちも適当。さやかさん、働きながら手作りの時間なんて取れないわ。あ、仕事適当。手作りできと。けいこさん、かっちょいい。かっちょいいか？そんなことないよ。もうボロボロだよ。もうボロボロの落ち武者みたいな状態だよ。やばいで、ほんとに。イベント前とかイベント中はもうボロボロだよ。ラウエルさん、ペルトさん、どんなミシン使ってるんですか？ミシン？ミシン家庭用。私、家庭用のミシンで塗ってますよ。なんかここで職業ミシンのスーパーハイスペックとか言いたいけど、私家庭用ですわ。
この家庭用のミシン買うときに、そのミシンを買わせていただいたそのお店の店員さんが、私のお店を知ってくださっていて、私の縫う量も知ってくださっていて、いやいや、ペルトさん、あなた、なんで家庭用なのよ、絶対無理だわって、すごく全否定。あなたは職業用ミシンですよって、職業用ミシンでも追いつかないぐらいの量をあなた縫ってますよっていう話。職業用じゃなくて業務用かもねっていうところまで進めていただいたんですが、ごめんなさい、私の、理解しがたいだろう、私のこだわりで、家庭用にしました。家庭用ミシンで縫ってます。 買って3ヶ月で壊れたわ。 1回ね。で、買って3ヶ月で壊れましたっていうか、調子が悪くなりましたって、そのミシンを買わせていただいたお店に持って行ったら、3年保証ついてますんで、もちろん無料でお直ししますが、あなたのね、縫い方はねって、ずっと見てるけどね、一般家庭の3年分のミシンの量はあなたはもうとっくに超えてるわよって言われて、 3ヶ月で。 いやいや、でも買って3ヶ月なので、ピシャッと直していただきました、無料で。さやかさん、すごいかな、すごくないぞ。由美子さん、いつかペルトさんのブースに行ってみたい、ペルトブランド、いつか千葉にも来てくださいね。わあ、嬉しい。千葉ってどこや、千葉も行ってみたい。ね、今日まちこさん、ラックは持ち込みですか、ラックって何、棚、全部持ち込みだよ、棚も机もすべて持ち込み。けいこさん、並べるのもすごい大変だよね。そう、すごい大変だからね、きひかさんが手伝ってくれました。 よその先輩を使うっていうね、もうね、もうどえらいことをしましたよ。本当にきひかさん、ありがとうございました。 その説は。ひろち姫さん、こんばんは。さやかさん、フェルトさんのブース楽しかったし、面白かった記憶しかない。そうかな、そんな風に言っていただいて嬉しいな。ボロボロで組み立てたブースですよ、いつも。キム H0213 さん、こんばんは。金子くんや、金子くん元気？今どこにいるの？金子くん今どこにいんの？日本？中国？どこにいんの？書いて、よろみ。トムトムさん、私の夢かな、ハンドメイド。叶うよ、すぐ。すぐ叶う。大丈夫よ。トムトムさん、一緒にやろう。とか言ってるわ。R メグさん、こんばんは。どこにおんの、金子くん、コーナーしとるけど、どこ？使いで。京町子さん、仕事適当、受ける。もう家事も適当だよ。子育てなくても放置だわ。ご飯やっときゃ育つよ。そうそう、トムトムさん、ハンドメイドで出店したいな、ぜひとも、カモン、こっちの世界へ。 楽しいよ。 ロウエイさん、家庭用、そう、家庭用です、私、考えられないって言われたけど、家庭用です。 だからね、家庭用でもなんとかなるよ。 多分。 こんだけ縫って壊れない家庭用はね、我ながらなかなかいいミシン作ってるわって重機のメーカーさんが言ってらっしゃったみたいですわ。私のこの縫い加減を見て、こんなに縫っても家庭用で壊れないでいる、こんだけ縫っても家庭用で耐えている、我ながらは我が社の重機の家庭用ミシンなかなかタフにできているっていうのを自画自賛されていたらしくて、私褒められたのか何なのかよくわからないですけど、そう、家庭用でもいけますよ。キイカさん、ほんまに理解ができないこだわりやったや、それ。もうね、キヒカさんは結構身近で同じこうイベントに、あちこち全国のイベントに一緒になることが多いんで、結構ね、私のね、こうね、よくわからんこだわりをね よく知ってくださってるの、キヒカさんは。ご理解いただいてるんです。 私ちょっと変なんですわ。 何、今崎さん、ミシンチューンしてるっしょ。チューンしてないよ、ノーマルだわ。ノーマルのあんたはもう本当に初期状態だわよ。さやかさん、私は時々気が向いた時ぐらいしかしてないな。そんなもんだよ。京町子さん、名古屋も来て。あ、京町子さん、名古屋の方なんや。そっか。名古屋もね、行ってたのになんで最近行ってないやろ。
みゆきさん、こんばんは。は、ベイベリーキッズ、ハロー。ベイベリーキッズ。グッドイブニング。コープンカー。シーミーナカさん、こんばんは。京マチコさん、名古屋のクリエイターズマーケット参加したことありますか？ありますよ。何年前か？ありますわ。2000ブースね。そう。でもね、なんかね、香川のカントリーフェスタとね、ブッキングするんですわ。クリエイターズマーケットが。で、年末はなんか他のイベントとの間になるかとして、なんかスケジュール的に厳しいかなと思ったりとかして、クリマがなかなか飛んでる、飛んでる、飛んでる、飛び祭り。そう。ね。東海も行けたらいいな。このね、コロナが全部片付いたらね、もう私、全国片っ端から行くかんねって。言ったわ。片っ端から行くかんねって。みんなの街に行きますよ。待っとけよって。あと、お天気な。お天気願っといて。ほーだー、マリア・ラテレさん、こんばんは。そう。いやー、でもね、楽しみにしてたんだよ、この春のイベントも。キヒカさんだってきっとね、うんうんって思ってると思うけど、すごい楽しい、毎週すごい、みちみちに。今日はもう産業会館、福井産業会館のイベントに行ってたはず。本当はね、こんなの言い出したらきりないけどね。そう、今日は福井産業会館、来週は富山、これはキヒカさんも一緒。ね、キヒカさん。そう、で、その次の週はね、私初めて東京に出店する予定だったんですよ。デザインフェスタ51、ボリューム51。デザインフェスタに私はね、すごいね、チャレンジをしてたの。なんかね、スーパービッグブースを2ブース個人で借りるっていうね。まあちょっとなかなか無謀なチャレンジをしましたら、びっくりするぐらいの素晴らしいブースの配置をいただきまして、ビッグサイト西館の入り口入って正面っていうね、すごい、もうなんていうのかいな、一等地をいただいておりまして、ブース配置図で。そう、もうね、心臓飛び出るぐらいびっくりして、すごいと思って、東京の4000ブースだよ。4000ブースのあんな大きなイベントの4000分の2ブースを私はいただいて、4000分の2ブースの位置が入り口入って正面すぐ。どえらいとこいただいた。いやー、東京おっかねえのによーって、こんな田舎から出てくんのによって、田舎っぺが恐ろしやって、おっかねえよってよ、東京はよってビビってたんだよ。じゃあビビってビビってビビった祭りしたらねえ、延期になっちゃった。デザフェスね、それはもうコロナだから仕方がない。そう、でもなんかそんな風にね。で、その次は福島、福島行くよって、福島さん、福島の皆さんって、そう思ってたんだよ。そういうね、スーパーハードなね、スケジュールをね、もうね、この春はね、私は組んでいて、オールハンドメイド、オールワンブランドで、ビッグブースで、全部回る。これはね、これは私にとっては大きなチャレンジだったんですが。全部消えた。コロナつえよって、くそ。負けないかんね。あ、さやかさんおやすみなさーい。また明日。そうそう。けいこさんさすが重機。そう、さすが重機。ゆうとるさん、こんばんは。あつきさん、こんばんは。シリアムリュウさん、こんばんは。そう。ひーちゃんファボさん、こんばんは。はいちゃんかな。そうそう。ね、またなんか、またね、イベントにバンバンバンって行けるような日々に戻りますようにですね。なんかね、かっこいいんだわ。キヒカさんもはじめ、その全国を回ってらっしゃる先輩方のお店の人たちは、もうね、かっこいい。これはね、一緒にこう全国をこう回ったっていうか、ご一緒させていただくと分かるんですが、ね、魅力的な人ばっかりですよ。やっぱ全国を回ってらっしゃる大きな規模のお店の先輩方は、すごいです。尊敬する。そんなね、すごい人たちの
中に私もね、一緒に出させてもらえてる。こんなすごいことないですよ。っていうのはね、やっとこうちょっとね、経験をいろいろさせてもらい始めたとこだったんですわ。へなチョコが へなチョコフェルトが そう、でもなんかそれがすごく楽しくなっていた時だったんで、これは今回のコーナーだな、クソだよ、クソって感じ。ねえ、キイカさん キイカさん巻き込むよ。ルミさん、こんばんは。あ、また私なんか喋りすぎた。みやびさん、こんばんは。ありがとうございます。そう。あ、そう。今日ね、夜になって、ちょっと昨日話してた、私のおすすめ、推しのかっこいい継ぎはぎマスク。見た？なんか言ってる。なんか言ってる。そう、かっこいいの見た？何何？え？みやびさんがなんか固まった？だって私のコメント欄も固まった？ちょっと待って。あ？オッケー？動いた？ なんか固まったぞ、私。おーい。動いてる？あ、動いてるね。ああ、分かった。急にみんなが静かになってビビったよ。そう。継ぎはぎマスク。あとね、あと言おうと思ったことは何だったかな。あ、そう。福井がね、13人に増えましたっていう話。感染者ね。これがなんか、この後どうなるのかっていうとこですよね。ただね、負けないよ。負けたくないな。負けたくない。コロナに負けたくないんだなね。照れるやんって言っとるキイコさんが。いやな、あなたはな、有名よ。あなたはね、この業界ではほんとすごいんだからね。あのね、ほんとにね、すごいのよ。ユミコさん、ビッグサイト再開したら行きます。キヒカさんの洋服を見てみたい。ぜひとも。私ね、ちょっとね、マスクのガーゼは仕入れてはいるんですが、どう考えてもマスクには向かない、赤とね、ルージュだったかな。なんかね、ショッキングピンクのもうちょいくすんだぐらいのね、もう絶対マスクじゃないよ、それっていう色がね、やっぱり売れ残ってたんで、それをね、ちょっとね、ごいっとね、強めに仕入れましたわ。なぜならね、もうこんなのね、マスクにならなくていいのは、さっさと余ったらね、私これ、キヒカさんにスカートにしてもらおうと思ってね。そう、あのね、そう、ちょっと残して 色がすごい綺麗な、そのなんか赤とかピンクの色がすごく好きな色なんで、あ、もうこれをちょっとキイカさんにね スカートにしてもらっちゃおうかなと思って、もう下心ありありで多めに買いましたよ、ガーゼ みんなも余ったらキイカさんにスカート作ってもらおうみたいな あのね、お腹がぽっこりなりにくいフレアスカート、これはね、キイカさんのお店でしか買えない。ねえ、キイカさん。そう、由美子さん、ぜひとも。千葉の方だったんだ。私、ビッグサイト出てたら由美子さんに会えたのかな ね、でも次は分かんないよ。次の開催はどうなるかまた分からないので、そうそう、また決まったらご案内させていただきますね。またイベントがだって今後どうなるかお約束できないんでね、いついつ予定ですなんて私安易にまだ言えないですわ、皆さんに。そう、仕方ない。サブリナリトラデンドロシストさん、こんばんは。もう今日はさ、もうなんかコロナの力はすごいなって思いながら、でも負けたくない自分もいるし。ね。なんかさ、結局、私一人の力では勝てない。それは分かった。でもみんなの力を合わせれば勝てると思ってるの。そうでしょ？コロナはね、言うてね、あのね、飛行機とかね、船とかね、車とかね、時には徒歩でね、そういうのにね、乗らないとね、コロナはね、広がらないのよ。わかる？
でも私は違うよって。私はね、この2020年のね、このテクノロジーを駆使してね、この光の速さでみんなにいろんなものを広めてるわって。そうでしょ？私、船も乗ってない、飛行機も乗ってないけど、海外にこのマスクを広める力は発揮してるわ。そうでしょ？ コロナより早い。コロナより勝てる。コロナが感染者が1日何人出てるのか？ 知らないけど、知ってるけど知らないけど、それをコロナのね、感染者数を毎日すごいすごい、日本の感染者数がうなぎ登りってなって、すごい人数だね。ビビるよ。そうでしょ？うわーって、なんかダイヤモンドプリンセス号の700人なんて今となってはっていう数字になってきたよね。ブーンって、ブンブーンってなってる。この数に私、1日のマスクの流通数を勝ちたい。私今日は30は流通させた。だから福井のプラス1より勝ったよ。違う、今日全国で何人？ 200 人ぐらい増えたの？ん？でもね、全国にね、200枚ぐらいはね、今日はね、マスクが出来上がってるって、私は信じてる。私は43個作った。だから誰かが残りの150個。そうでしょ？ ね。なんか何と競ってんのかわからないですけど、コロナのスピードもすごいけど、このマスクの輪のスピードも上げたいと思ってます。だから、協力してください。ね、京町子さん。キヒカさんはお洋服作られてるんですね。そうですよ。お腹が目立たないスカート、そう、ぽっこりなりにくいんだけど、フレアスカートで動きやすいの。キイカさんの、スカートはね、いろんな柄があって、私は好きですよ。それに合わせやすい、ブラウス、白のブラウス、ガーゼのね、あれを好き。あれはね、クラフトキヒカのね、定番だよ。白のブラウスとお腹がぽっこり出ないスカート。この組み合わせ、詳しくはクラフトキヒカ、このキヒカ .kazumi、キヒカ .kazumi、ここに突撃して、突撃してって言ってるわ。 いや、でもね、すごいわ。丁寧なの、仕事が丁寧。すごい、ミシンの手はすごい早いんだけど、丁寧さがすごい素敵。見てわかるよ、それは。ああ、すごいなと思う。私はすぐね、ミシン出るわ、雑なのが。キイカさんは丁寧だよ。トキコさん、こんばんは。あ、トキコさんや、今日ありがとうございました。 コロナ感染者数なり何、今日まちこさん。ねえ、今はね、あんま偉そうなこと言えないですけど、あんま偉そうなことは言えないですけど、今のこのコロナに関してはね、もうね、世界中のね、答えはね、ストップザワールドなんだと思う。もうストップザワールド。もう世界を止める。ストップザジャパン。日本を止める。が答えだと思う。これに勝つ方法は？私はそう思う。ストップザワールド、ストップザジャパン。これだと思う。だから、これがね、他の国ではもう経済を止めてるの。どうでしょう？もう経済活動の禁止、禁止、禁止、外出禁止、禁止だよ。だから本当に家から出れない。もうね、海外のやっぱ法律ってのはね、すごいピシャッといくね。ただ日本はね、いいのか悪いのかね、ふわっとさせるのよ、法律は。なんか自粛とかね、そういう方するから、捉え方によっては人それぞれ、そういう風な風習、日本はね。そしたらどういうことかというと、ストップ・ザ・ジャパンがかなわないのよね、どうしても。そうでしょ？ストップ・ザ・ジャパンを叶えないと。で、止める期間を短くして済ませればいいのよ。そうでしょ？中途半端な経済活動をいつまでも続けるから、だらだらと続くのよ。その後、生ぬるくてしんどい時期がずーっと続く。これはストップしないからだ。一回ちゃんとストップしたら、すごい経済止まるかもしれないけど、でもその代わりコロナもそって止まると思う、私はね。だから、ストップ・ザ・ジャパン、ストップ・ザ・ワールドが答えたと思うけど、それはちょっと難しいのかな。ああ、キイカさん50。やるね、お姉さん。さすがで、見てよ、私がさ、43で、よっしゃ、昨日の私に勝ったわとか言ってるのに、キイカさん50なんだよ。
年齢じゃないよ、マスクの枚数ね。って言っとくわ、キヒカさん。キデラ、ファムさん、こんばんは。XIQ0DAOJUMEAZ7 さん、こんばんは。京町子さん、突撃する。突撃しよう、京町子さんも13個。ね、そうでしょ。みんなで合わせりゃ勝てるんだ。意識ね、ほんで意識。そう、ノーマスクでうろうろすんなよっていうこと。マスクがないからマスクしないじゃないの。マスクがないからどうにかするのがあなたの仕事。マスクがないのを理由にしないの。マスクがないのは家にいなさい。そうでしょ。っていうね。でも自分がかからないでいることが多分自分の周りの多くの人を救いますよ。これは言えてる。これは絶対言えてると思う。私の思いはそうですよ。ね。なんか、くそー、ちょっとまた頑張るか。ね。キヒカさんの50枚はすごいな。私も頑張ろう。そう、こうやってね、すごい人がいっぱいいるの。ね。だから、昨日の自分に勝つ、今日の自分に明日は勝つ。っていう日々を私はチャレンジしますよ。みちこさん、こんばんは。うん、そう、うたうたあすかさん、こんばんは。ありがとうございますね。もうね、もう今できないことを指折り数え、あれもできない、これもできない、あれもしたかった、これもできないっていうことをね、数えてる暇があったらね、今できることは何なんだ、何に備えるべきなのか、ね、今楽しめることは何なんだ、今日楽しかったことは何、今日幸せなことは何、そういうことを数えていきましょうと私は思いますよ。そう、でもね、ただの楽天的な人間でもなくて、私は常にね、一番最低最悪なことを考えつつ最善を尽くす感じかな。私はなんか、だからコロナにかからないように最善を尽くしてるつもりけど、万が一コロナにうちがかかった場合どうなるのかは一応考えてる。そうそう、最悪のことは想定しながらも最善は尽くす。だから私はコロナにうちにコロナが来た時はどうするのかなっていうことを備えないとなって思いながらも、なりたくないけどね、それは決してね、マイナス思考じゃないんだよ、きっとね、マイナス思考じゃないの。なった時に備えつつ、でもならない方法を自分の中で貫く、考えて一番最善を尽くす、そうって私は思っていますよ。これはね、コロナのことじゃなくても一緒ですわ。キヒカさんも知ってると思うけどね、私初めて福島に去年の9月に出店させていただくときに、あのね私言うて弱小ペルトなんでね、何、福島のイベントで私のブースは誰もお客さんが来てくれないかもしれないぐらいな予想まで、その最悪のね想定をしてたんですね、キイカさんその証拠にね、私福島のね3泊4日過ごすのに、私ホテルの予約取らなかったの、1日もノー予約でもういきなり行ったの。だからみんなに、今日どこ泊まるの、どこのホテルなのって聞かれて、私何も決めてませんって言ったら、ってあんたどうすんのみたいな、皆さんに何も売れなかった時に優雅にホテルに、ビジネスホテルに泊まってる場合じゃないわっていう最低最悪な想定をしたので、私はビビってね、初めてだったしそれでね、ホテルも何にも予約もしないでね、もうね、いきなり体一つで行ってねでブース配置したら、もう空っぽの車と空っぽの私をどこ泊まるんですかってお風呂どこのお風呂入るのってねえ、キヒカさんそう、福島はね、私ね、何の予約もせずに突撃しましたよ初めて行くのに。そう、でも結局郡山のなんか招きの湯っていうね、泊まれるスーパー銭湯にお世話になりました。ありがとうございましたそんぐらいね、おかげさまでたくさんのお客様に恵まれましたけどね。そう、最悪を想定しつつ最善を尽くす、
はい、ここですいません。あと20秒になりましたんで、今日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。最後のじゃんけんぽん。おやすみなさい。今日もありがとうございました。